サーマプラズマは、陸上の温泉などに生息する高熱、高酸、通性研気性の古細菌の一族。古細菌のモデル生物の一つで、細胞壁を欠くなどの特徴で知られる。学名はギリシア語で、熱、形作られたものという意味である。単理は、高熱古細菌の中では、最も早く、1960年代後半に、インディアナ州の炭鉱のボタ山から発見された。 1980年代になると各地の温泉などからも管理され始め、日本でも温泉からの報告例がある。硫黄五55摂取60度の高温、pH2 という強い酸性化でよく生育し、自然環境では温泉や噴気口、炭鉱のくず山などに分布する。硫黄を好み、特に夜景条件下では硫黄がないと生育できない。条件下では 酸素も利用する。通性菌規性の変性従属栄養生物である。形態は細胞壁を欠くため非常に多様。条件によって、球菌、肝菌、糸状、板状、不定形など様々な形態を取る。細胞壁を欠如するため可顕著な細胞融合性を示し、複数の細胞が集合した巨大細胞を形成する。この細胞壁を欠くという特徴は、 サーマプラズマを含むテルモプラズマツナ特有の性質であり、コサイ細菌の中では他にクレンコサイ細菌に属す、イグナイヒャカス、テルモプラズマと同じコサイ細菌に属す、サーマッカーカスの一部の種にしか見られない。コア脂質は、アーキオールとカルドアーキオールからなり、またマンナンを有す糖タンパクや、リポマンナンなどが多量に存在する。細胞壁がないため細胞膜は、 通常の生物よりも強固である。この他有利古細菌としては、例外的に、真核生物相動ヒストンを持っておらず、新生細菌型の DNA 結合タンパクである、風相動タンパクを持つ点でも他の古細菌と区別される。分類は何度か変更されている。当初細胞壁を欠くことから、マイコプラズマの仲間ともされ、高熱抗酸マイコプラズマと呼ばれた。その後、 1980年に、ウーズラによって、コサイキンの仲間ということが明らかにされた。1984年には、高熱性による流水から、エオサイト界に所属したが、むしろ、エオサイトよりもメタン菌に近いことからすぐに、コサイキン界に戻された。また、マーギュリスの細胞内共生説では、テルモプラズマが融合細胞を形成することを土台に、 真核生物のホスト細胞になったと主張された。ただし、真核生物の祖先については、分子生物学的な検知から有利古細菌ではなく、原子古細菌かくれん個細菌である可能性が高いとされており、またサーマプラズマに近縁なピクロフラスが細胞平気を持つこと、テルモプラズマ類は古細菌の中でも、比較的派生的なことなどから、サーマプラズマそのものが、 深核生物に進化したモデルは否定的な意見が強い。なお、融合細胞は内部に複雑な膜系を有すことや細胞骨格の存在が示唆されている。ただし、アクチン様タンパク質については、マレブに近く、細胞骨格は新生細菌に近いもののようである。基準種。最も初期に発見された、高熱個細菌の一つとして知られる。 1960年代以末に、インディアナ州の炭鉱ボタ山より発見された。45摂氏63度で生育し、摂氏59度、pH1 から2付近で、最もよく増殖する。pH0.5 という極度の酸性でも生育できる。ゲノムサイズは156万4905円基体温泉、ボタ山、その多様環境に分布。 生育条件は33摂氏67度、pH1 から4。摂氏60度、pH2 付近で最もよく生育する。ゲノムサイズは158万4804塩期待。ありがとうございます。